皆さんこんにちは。メッドユニバーシティ学長の秋山和弘です。メッドとはメイクエブリワンデライテッド、命の場から社会を良くするためのプレゼンイベントの総称です。今年2024年の開催は9月の29日日曜日、東京お台場の日本科学未来館で行います。ところで皆さん、世の中を良くしたいと本気で思いませんか？私もそう思う一人であります。そして長年試行錯誤を繰り返してきましたけれども、行き着いた結論がこのメッドというプレゼンテーションのイベントです。そして2024年今年のテーマはことを起こすです。そもそも人類の歴史はこのことを起こすことの繰り返しだったのではないかと思います。多くの先達がですね、あらゆることを世の中を良くしようと思ってきた、ことを起こすということを通してですね、人類の歴史は良きものに積み上がってきたのではないかと思います。皆さんもぜひこのことを起こすことを実践していただいて、世の中を良くしていこうではありませんか。ぜひその第一歩としてですね、9月29日日本科学未来館にお越しください。そうすればわかると思います。そして皆さんの中にことを起こすとは何か、あるいは皆さんの心の中にですね、ことを起こしてみようという、そんな気が起こるんじゃないかと思います。それこそがですね、私が考えていた世の中を良くすることの一つです。一人一人のですね、思いを呼び起こしてことを起こすということを促すことによって、世の中が少しずつ良くなっていくんではないかと考えています。ぜひ皆さんもその仲間に加わっていただきたいと思います。9月29日、日本科学未来館でお会いいたしましょう。